キティホークは、アメリカ海軍のキティホーク級航空母艦の一番艦。艦名は、ライト兄弟が世界で、初めて飛行機による、有人動力飛行に成功したノースカロライナ州、キルデビルヒルズに近い町、キティホークにちなむ。その名を持つ艦としては、第二次世界大戦で活躍した、航空機輸送艦キティホークに次いで2隻目。2008年まで、フリゲート、コンスティチューションに次ぐ。 古参艦であったが、2009年1月31日をもって退役した。キティホークは1956年1月27日に、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港し、1960年5月27日に、ニール・エイチ・マッケル・ロイによって浸水、1961年4月29日に、フィラデルフィア海軍造船所で艦長、 ウィリアム・カイブリングル大佐の指揮下収益した。収益当時、ソ連は空母建造に乗り出していたため、アメリカ政府は空母の運用を多角的に検証しており、収益間もないキティホークや同系艦アメリカに当時、CIA が運用していた U-2A 高高度偵察機の空母運用を前提とした実験を行い、アメリカ政府の新たな空母戦略の先兵となった。 西大西洋での成長後、キティホークは1961年8月11日にノーホークを出港した。ブラジルのリオデジャネイロに寄港し、ブラジル海軍長官を上官させたキティホークは、ブラジル海軍の5隻の駆逐艦によるデモンストレーションを見学した後、10月1日にホーン岬を一周した。続いて、チリのバルパライソへ向かい10月13日に到着。2日後、 ペルーに向かい10月20日カヤオンに到着、ペルー大統領の表敬訪問を受けた。サンディエゴでは、海軍作戦部長ジョージ・ W ・アンダーソン提督が11月18日に、上官し、ミサイル駆逐艦、ヘンリー・ B ・ウィルソンと潜水艦ブルーバックによる対戦デモンストレーション及び軽巡洋艦トピカとキティホークによるテリアミサイルのデモンストレーションを視察した。 キティホークは1961年11月23日、改修のため、サンフランシスコ海軍造船所に入る。サンディエゴ機での作戦活動後、1962年9月13日に、サンフランシスコを出港した。キティホークは1962年10月7日に第7艦隊と合流し、空母ミッドウェイと、機関任務を交代した。フィリピン共和国航空に参加後、 キティホークは1962年11月30日にマニラ湾を出港し、12月3日に最新兵器を視察する太平洋艦隊最高司令官のハリー・ディフェルト提督の訪問を受ける。12月初めに香港を訪問した後日本へ戻り、1963年1月2日に横須賀に到着した。続く2ヶ月間で神戸、別府、岩国を訪問。 4月2日に、サンディエゴに帰還した。1963年6月6日、ジョン・カイ・ケネディ大統領が軍を呼び、政府高官と共に上官し、カリフォルニア沖で行われる空母任務部隊によるデモンストレーションを視察した。ケネディ大統領は、キティ・ホーク任務部隊の兵士に対して、海を制することは安全と平和、最終的な勝利を意味すると語った。ケネディは後に、 空母コンステレーションに乗換して同様のデモンストレーションを視察した小介席夫妻に対して私は私がキティホークへの訪問で受けたこれらの強力な空母と護衛艦隊が世界のあらゆる国の自由を維持を支援することに対する感動と同じようにあなたたちが感動したことを望みます。との所感を送っているカリフォルニア海岸沿いハワイ沖での一連の攻撃練習及び 戦術訓練に続いてキティホークは再び極東へ向かう。日本への航路の途中でキティホークは、ケネリィ大統領暗殺事件の知らせを受ける。1963年11月25日の佐世保入工事、キティホークは反旗を掲げ、大統領の葬儀当日は霊砲を発射した。南シナ海を巡航し、第七艦隊との即応作戦活動でフィリピンへ向かった後、 キティホークは1964年7月20日にサンディエゴへ帰還したピュージェットサウンド海軍交渉でオーバーホール後西海岸沿いで訓練を行いキティホークは1965年10月19日にサンディエゴを出港ハワイを経由してフィリピンのスービック海軍基地に向かった同所で戦闘準備を行った後ベトナムの沖合へ向かう 1965年11月26日から1966年5月14日にかけて関西機部隊は悪天候と激しい抵抗にもかかわらず北ベトナムの軍事目標に対する攻撃を行い、キティホークは作戦活動を維持するための勇敢な精神、勇気、専門意識及び献身的意識を示したとして海軍主君部隊賞を受賞した。 キティホークは1966年6月にサンディエゴに帰還し11月4日までオーバーホールと訓練に従事した。その後再び東アジア海域に展開し、11月19日に横須賀に到着、コンステレーションと交代して第77任務部隊指揮官、11月26日に横須賀を出港し、スービックワンを経由してヤンキーステーションに到着、 12月5日に関西機部隊は来た。ベトナムに大使昼夜の境なく作戦活動を開始した。この時期キティホークには、ウィリアム・ランドルーフ・ハースト・ジュニア、ボブ・コンシュダイン、ビリー・グラハム、ジョン・スタインベックといった多くのゲストが訪問している。キティホークは1967年5月28日まで、極東での支援任務に従事し、その後スービックワンを出港、日本経由で、 帰国の途につき6月19日にサンディエゴに到着、1週間後にロングビーチ海軍造船所でメンテナンスに入る。作業が完了すると8月25日にサンディエゴを出港、後の任務に備えて訓練を始めた。ベトナム戦争中の1972年10月12日、トンキン湾のステーションに向けて航行中に百0 0名以上の水兵が人種問題での騒ぎとなり、 50名近くが負傷した。この出来事を後に議会で問題として取り上げられた。1973年1月から7月にかけて、キティホークは母校をサンディエゴからサンフランシスコへ変更した。1月14日に監督入りし、攻撃空母から汎用空母への改修が始まる。CV への転換は、もはや厳密には、攻撃空母ではなく、対戦作戦が、 主な目的になることを示した。キティホークは、汎用空母に転換された初の太平洋、艦隊所属空母であった。1988年から1991年2月に、かけて、フィラデルフィア海軍造船所にて、寿命延長計画を実施。このため湾岸戦争には、不参加。1992年、93年のソマリア、 イラクの空爆などを中東における数々の作戦に参加、インディペンデンスとキティホーク真珠湾、1998年、キティホークのエレベーター、2003年キティホークは、空母インディペンデンスと交代するため、1998年7月6日に、サンディエゴを出港した、厚木基地を拠点とする、第5空母航空団が歓迎のために着艦し、8月11日に、 新たな母校の横須賀海軍施設に入港した。配備交代により、アメリカ本土以外を事実上の母校とする唯一の空母となる。横須賀配備の空母としては、3代目、インディペンデンスが1998年9月30日に退役したため、キティホークはアメリカ海軍において2番目の古参艦となり、ファーストネイビー、ジャックの形容が認められた。 2001年のアフガニスタン紛争では3分の1に満たない数の艦載機でパキスタン沖の北アラビア海に進出。アメリカ陸軍特殊部隊の支援のため陸軍の特殊作戦ヘリコプターを搭載。この作戦の詳細は一切公表されていないため謎に包まれている。2003年横須賀基地において大規模修理、空母で初めてラムを搭載。 2007年10月26日北海道室蘭、宮崎市布団に帰港、退役を前に道内最後の一般公開が催された。2008年5月12日、キティホークは最後の前方展開任務を終了し、交代準備のため横須賀海軍施設に帰還した。5月28日、キティホークはハワイに向けて日本を離れ、日本には変わって、 ニミッツ急原子力空母6番艦、ジョージ・ワシントンが配属されることになった。しかし、ハワイでの任務引き継ぎに向かっていた、ジョージ・ワシントン艦内で大規模な火災が発生したため、ジョージ・ワシントンは修理のためサンディエゴへ帰港することになった。これにより、同年6月から7月に行われる、リンパックにキティ・ホークは参加することになり、ハワイに留め置かれた。8月7日、キティ・ホークは、 なぜノースアイランドに着岸した。9月2日、ワシントン州ブレマートンに移動した。2009年1月31日、ブレマートンの港にて退役。式典には2000人以上の乗組員、家族、軍港官らが出席して、艦を見送った。2009年に退役予定であった本艦の後継艦については、配備予定の2密級が原子力空母であることに、 対しての日本側一部世論の反対に配慮してか、当初、本艦の退役時期の延期、通常動力空母のジョン・カイ・ケネディの極東開港、等の大案が取り沙汰された。しかし、いずれの案を取ったとしても、どちらの艦も慣例が高いことから、近い将来、原子力空母配備の賛否を迫られることは、間違いがないと思われていた。2005年10月27日には、米政府より、 二密級配備で日米が合意したとの発表がなされた。どの艦を当てるかについてはアメリカ海軍がジョージ・ワシントンの配備同時に海軍当局の話として被爆国である日本の国民感情に配慮し原子爆弾投下命令を下した大統領から命名したハリー・エストルーマンは候補から外されていたとも報じている。2008年2月22日のザ・ウィークリー・スタンダードの ウェブニュースにおいて、アメリカは、最新モデルの回、A-18E、F を65機購入することを条件に、インドに対して退役した機器ホークを無料で供与する、用意があるとの報道がなされたが、インド海軍のスレーシーメータ大将によれば、これはメディアによって作成された、単なるいたずらであり、また、アメリカ海軍広報のクレードスタイによれば、海軍は、どのレベルでも検討していないとのことで、 インド、アメリカ双方によって公式に否定されている。なお、米海軍は2017年10月20日に、ジェラルド・アール・フォードの収益に代わって、本館を除籍し、解体する意向を発表した。すでに解体作業は開始されている。ありがとうございます。